キャバイエは、フランスのオルケン、トゥールコワン出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはミッドフィールダー。父方の祖母は、ベトナム人である。クリスタルパレスのデビュー戦でゴールを決めた、キャバイエ・リール・ OSC の下部組織で育つ。一時期フランク・リベリーも在籍していたが、その当時在籍していた若手では、キャバイエしかプロ契約を結べた者はいなかった。 2003から04シーズン、18歳で迎えた FC イストル戦でリーグアンデビュー。以降チームの司令塔として君臨し、2010から11シーズンは57年ぶりのリーグ優勝を果たす。2011年8月6日にイングランドのニューカッスルユナイテッド FC へと移籍した。2014年1月29日、パリ・サンジェルマン FC に完全移籍。 契約期間は3年半。遺跡金は2300万ユーロ前後と見られている。2015年7月10日、クリスタルパレス FC と3年契約で遺跡したことを、クラブ公式サイトで発表した。遺跡金は公開されていないが、イギリスメディア、BBC は、クラブ記録となる1000万ポンドで、最大1300万ポンドまで上がる、可能性もあると報じた。 8月8日のノリッジシティ FC 戦で、クリスタルパレスの選手としてデビューしゴールも決めた。2016、17シーズンは、レスターシティ FC 戦でシーズン初ゴールを決めた。2018年7月3日、アルナスル SC にフリーで加入した。2019年8月27日、エースサンテティエンヌへ1年契約で移籍した。2021年2月19日、 自身のツイッターアカウントで現役引退を発表した。ヨアングルキュフ等と共に2005年の UEFAU-19 欧州選手権で優勝。U-21 フランス代表としてプレーした後、2010年8月11日のノルウェー代表戦で A 代表デビューを果たした。u e f a ユーロ2012に臨むフランス代表にも選出され、 グループリーグ第2戦のウクライナ戦では代表初得点を挙げた。UEFA ユーロ2012のフランス代表に選ばれ、スイス戦、ドイツ戦の2試合でプレーした。FIFA ワールドカップブラジル大会のメンバーに選ばれ、4試合でプレー、UEFA ユーロ2016でも2試合でプレーした。ありがとうございます。